どうも、大好きゴルフです。お願いします。よし。今日はですね、スライス出る人の特徴ちょっと言っていこうかなと思います。よし。スライス嫌ですよね。嫌です。嫌ですよね。嫌です。みんな嫌やと思う。うん。飛ばへんし、どこまでも曲がっていくし、うん、まあ、かっこよくないよね。そうやな。うん。まあそれが出る人の特徴、まあ何個かあるから、うん、ちょっと言っていこうかな。なるほどね。うん。でまあそれを出にくくする方法を、うん、スイングじゃなくて、これも前のアプローチと一緒、うん、構え方とか握り方とか、うん、で教えれたらいいかなと。なるほどね。思います。だからこの動画見て、自分の動画撮ってみて、あ俺こうなってるなと思うんやったら直して、うん、ちょっと参考程度にしてもらえたらなと思います。ありがとうございます。どうですか、スライスは出ますか？いやまあ出ますね。出るよね。出る。うん。まあ、ゴルフちょっと期間空いたら出るよね。そう、出る出る、うん、そういうのを久しぶりにやってもアドレスとかで直せたら。なるほど、ね、一番いいんで。それさえ注意しとけば出にくくはなるよと。なるほどね。そうそうそう。じゃあちょっとやっていこうかな。はい。 OK。 じゃあスライス出る人、はい、特徴その1、はい、フェースかぶしてます。フェースかぶしてるね。うん。構えでフェースかぶしちゃってます。なるほどね。こういう風に、これはスライス出やすいよ。なんでかっていうと、かぶしててまっすぐ打とうと思ったら開く動作しなあかんから。うん。まあ開きすぎてスライス出る人が多い。うん。でフェースかぶっとったらボールって左に出ます、原理的に。うん。でそれを嫌がって体開いたりとかして、うん、スライス出る人が多い。なるほどね。なんでまあ地面に置いた時、この置き方にしましょう。こうする人が多いから、ちょっとこうもう自然に置いた感じかな。なるほどね。っていうのをまずチェックしてみてください、自分で。はい。ポンって置いた状態でいつものグリップしてください。なるほどね。うん。っていうのがまず一つ。はい。で二つ目はグリップ。これ前回の動画でちょっと喋ったんやけど、うん、まあ平か平じゃないかみたいな、うん、その詳しい説明は前の動画、うん、ちょっと見てください。はい。で今回ドライバーのスライスなんで先で握ります。先で、ね、指先、うん、まあ、大体目安としては付け根、小指の付け根から人差し指の第二関節ぐらいにこう沿ってあげて、こうやって握る、まあ、これがスライス出にくい握り方かな。なるほどね。うん。こうしてください。まっすぐはこうやとしたら、うん、こうかぶせるの。うん。これストロングって言うんやけど、うん、ひねってください。でこの目線、今のこの目線から薬指の拳見えるぐらい、女性やったら小指見えてもいいかな、うん、で男性は薬指の拳が見えるようにまで握ってください。スライス出る人絶対こうなってるから。ああ、そうなんや。こうやって俺の目線、自分、僕の目線から拳見えてません、うん、なるほどね。だからこう見えるようにしてください。これがまあいわゆるフックグリップとか言ったりするけど、うん、ストロンググリップって言います。まあグリップは こんな感じかな。2つ挙げたけど、平で握ってる人、一番最悪なのは平側で握って、うん、拳が見えないパターン。なるほどね。絶対フェース開くよ。めちゃめちゃスライスなんや。むっちゃスライスになると思う。へえ、うん、俺打てる自信ないこれで。あ、そう。ってぐらい出る可能性がすごい高なっちゃう。うん。可能性を消すために、うん、今の2つちょっとチェックしてみてください、自分でね。なるほどね。うん。で次アドレス。アドレス。次アドレスね。うん。ボールの位置、自分の左足の前にボールがある人はスライス出やすい。まあ、要は基準より左側にある人ね。これはスライス出るよ。めちゃくちゃ出ます。左に置けば置くほどスライス出るって思っとってほしいね。なるほどね。うん。っていうのがボールの位置。次アドレス。アドレスね。うん。そっちから見たときに。こういう人が多い。これ何かって右肩が出てます。バン、こう構えてる人むちゃくちゃスライスします。ああ、そう、うん、もちろんこうやって構えて上手い人もいるよ。いるけど出やすい人の特徴としてはめっちゃこうなってる。もうひどい人なんかこうなってるような、うん、こうやって構えてああみたいな、振りにくいから絶対っていうのがスライスしやすい構え方かな。なるほどね。でもう一個アドレスいっぱいあるから覚えてね、うん、スライス出る人の特徴って
こうなってる。お尻が右側にあって上半身が左側にある。こうなってる人めちゃくちゃ多い。これはスライスまた出れる。だから今言ったグリップ、ボールの位置、アドレス、これ全部スライス系に持ってってる人は絶対治らん。一生治らん。あ、そう。何しても治らんかな、ほんまに。だからこれを次どうしたらいいかと。じゃあちょっとフック寄りの人がしてる握り方とか構え方をちょっと言っちゃおうかな。なるほどね、うん、まずボールの位置、はい、大体左足の内側の線上ぐらいかな。つま先に置く人多いからスライスで悩んでる人って、うん、内側、もうちょい中でもいい、うん、思い切って結構中に入れちゃってください、こうやって。なるほどね、うん、っていうのがボールの位置で、もうこれ全部反対なんやけど、フェースはかぶせない、ストンと置いてください。むしろちょっと開いてるぐらいでもいい。見た目は多分みんなそう見えると思う、かぶしてる人って、うん、かぶしてる人ってフェースポンと置いてすごい開いてるように見えるから、うん、まあ、これをちょっと意識してください。なるほどね。でさっき言ったグリップ、しっかり小指の付け根、ちょっと指の方で握ってあげて、でストロンググリップ、薬指の拳が見えるぐらい握ってあげます。こういう感じね。でさっき言った右肩ですね、うん、右肩が前に出るからちょっと引いてあげる技と、重っきしこれでもかぐらい引いてもいい。で最後こうなる人が多いから、こう、これも大げさにやっていい、もうこっち出るぐらいしてもいい。で体しっかりこう傾く、こう、これで打ってあげるとスライスは出にくくなります。なるほどね、うん、っていうのが今言った改善法かな。自分がどこでスライス系の例えば握り方やったり球の位置やったり構え方やったりっていうのをしてるのを自分でまずチェックしないといけない、うん、動画撮ってね。もちろん人に見てもらうんはほんまにティーチングプロとかに見てもらうのは分からんやろうけど、うん、自分で見てください。なるほど。で自分で判断してください。あ、俺肩かぶってるなとか、うん、あ、俺グリップ見えてへんなとか、こういうのを自分で気づいて直していく方が上手くなるコツかな、うん、レッスン行くなってわけじゃないけど、自分のミスは自分で見つけれた方が一番いい。この動画を参考にして、うん、レッスン行ってもいいけど全然、うん、っていうのがスライス出る人の特徴。これでもスライス出るやんっていうんやったら何かが違う。ああ、なるほどね、うん、絶対スライス出ない要素を入れてるから、うん、もう下手すればピョッチーピンぐらいになると思う。ああ、うん、その場合はまあ一個一個減ら調整して、そうそうそう、ね、あ、グリップやりすぎなんかなとか、うん、構え方やりすぎなんかな、うん、だからまずは大げさにしてほしい。なるほどね。自分がスライスで悩んでて今のエラーが出てるなら、うん、絶対に大げさにできひんから、うんうん、例えばボールの位置ここに構えてる人が、うん、ここにしたらすごい気持ち悪い、うん、絶対 100% 気持ち悪いから、これを嫌がらんとここにした方がいい。これ嫌がるとだん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 こうなってくるから、だからまず今言ったことを動画でチェックしてやった方がいい、うん、それでスライス、フック、どっちも関係ない。やってみて動画撮ってほんまにできてるかできてないか、ほとんどの人ができてないと思う、うん、スライスの特徴としてはボールの位置が左足前、うん、でグリップが平側で拳1個も見えない、で肩がかぶってこういう風に構えてる。これ絶対スライス出るよ、うん、どうしてもめっちゃフェースかぶしても絶対出ると思う。そうやな。無理です無理なんや無理です。不可能なんや。不可能です。これでフックして打ってる人おったらちょっと見たいわ。ああ、なるほどね。どう打ってるか。でもえらいスイングになってると思うよ。ああ、うん、キレくはないと思う、うん、だからみんな僕みたいにキレくなりたいんやったら、うん、うん、参考にしてくださいなるほど、うん、がスライスの特徴かな。なるほどね、うん、まあちょっと多いけど、うん、チェックするとこ、これを確実にやればスライスは消えていくと思います。なるほど、うん、っていうのがスライスの出る人の特徴でした。というわけで、はい、他にもまあ動画いろいろアプローチやら何やら出てると思うんで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではよっしゃ。